ウクレレはね、そう、じゃないんですよ。そう、ちょっとね、違うんですよ。コラさん、ありがとう。ウクレレはね、持ってるんですけどね、あるよ。ウクレレ結構好きなので、ちょこちょこ弾いてたりしますよ。忘れてしまった。こんにちは。それはウクレレレのおじさんにちレレレのおじさんくってこんにちは。練習があるんですけど、それがね難しくてねできないんですよね。これね久しぶりに持ちました。3つのコードでできるはず。なんかねこんなのもやったりしてましたね。コードを見たら弾けるってやつ。なんか365日の紙飛行機とかもあります。
ちょっと難しいやつだな。簡単。どうやって私入れたっけな。ピエン、分かんなくなってる。こんにちは。やだ、恥ずかしい羽さまえがみ。小さい。なんで？違う、これ G じゃない。なんでこんな違うんだろう。これ F でしょ。これ D でしょ。違う、で、デイジーの C か。基本のコード。これが G。違うな、こっちか。こうだ。やばい、何にも分かんなくなってる。なるほど。難しい楽譜が出てきちゃった。これはね、バイオリンじゃないので、ウクレレなのでね。そう、こっちで指です。バイオリンもね、今目の前にあるんですけど、ちょっとね、今日バイオリンをやろうと思って配信したんです。カメさん、そう、ハワイっぽい感じで可愛いでしょ。バイオリンをやる予定だったんですよ。100キロありがとう。ですね、指の練習。バイオリンにその取り掛かる時に必ずその基礎的な練習でやることの一つです。そう、指の練習なんですよ。
と上がった音、どんな音だ、トゥルルトゥルルトゥルルって音、音だ、はっきりわかんないな、トゥルルトゥルトゥルトゥル、ここかな、合ってる、こんな感じ。今ね、あのアルペジオと音階をねやってるんですけど、あげた、うん。マックですね。なんか最近イモピがなんか音楽をね、弾いてるんですよ。それは何だと聞いたら、最近流行ってるんだって言われて、そう、なんか教えてもらいました、なんかそんなの流行ってるんだよって。こんな音楽だって言われて、そう、まあ、ちょっとね、音が分かっていれば弾けるは弾けるんですけど、難しくなければちょっとだけその音を教えてもらって、ビンバンバンビンバンバンビンバンバンバンみたいな、そんなやつだし、これもね読みの練習になりますし、ね、そんなすぐ弾けるってわけじゃないけど、音を取ったらバンちょっとだね。こんにちは。
の部分がもうちょっとね激しくしたらいいんですけど、違う、これ次の曲いっちゃった。がね、なかなか出しにくいですよね。もう一回出てるぞ、ありがとう。みんなさすがにそろそろこの曲分かってきたんじゃない？もう出しちゃいましたね。まあまだ教えてないけど、曲名教えちゃうとね、まぴちゃんもうちょっとね上手になってから教えたいと思います。じゃあね、大陸は行けるようにはまだなってないんですよね。まだやったことがない曲なんで、じゃあね大陸私の時に専門宅を弾きました、ね、カタラで弾いてください。あーなるほど、いつかねコンサートとかでね一曲披露できたら嬉しいですよね。ものすごく練習した曲の一つで、専門宅はそう発表会でね弾く機会があってそれを弾いたりとかしてましたね。専門桜、どんな専門桜だ
飛ぶのが難しい。ちょっとゆっくり引いた千本桜とかが間違った千本桜。ああ、なるほどね。千本桜間違えて書いてたけどね。美女とバイオリン、え、嬉しい。そんな。ね、まあ、よくバイオリンやってるとね、やっぱ情熱大陸弾けるんですかってよく言われるんですけど、のぴちゃんはクラシックとかを主にやってたのでね、そうあんまりね情熱大陸系は弾いてないんですよね。あと自分が好きなのは夢の国の曲とかだから、そういうのは弾いてました。披露するたびに言われる。はい、どうぞ。のぴちゃんまだ弾けないんですよね。弾きたいからもうちょっと待ってな、ね、保留音そうだね、明日七夕だけにね。あそんな感じです。まだ弾いたことないから。こんにちは。ではね、そろそろね終わりたいと思います。もうすぐ30分なので、ね、私七夕にお願い事もちろんしますよ。もちろんしますよ。ありがとうロブ、こちらこそありがとうございました。何、うん、大阪、嬉しい。はじめましてできるおすすめのナプちゃん、私さんナプちゃんだよ。ナプちゃんに会いに来てください。ナプちゃんも心よく挨拶ができると思います。うん、はじめまして。もうめっちゃ楽しいと思いますよ。ナプちゃん楽しいと
では終わります。デイビッドさんありがとうございます。テープ映像応募でさんできありがとう。イレブンエツキンバカさんありがとうございます。テープ映像ハギピさんありがとう。ナインエズタイマイヤーさんありがとうございます。ナカちゃんさんできありがとう。テープ映像ウェルベさんありがとうございます。セイエズコアラさんありがとう。フェイトエズユズキさんありがとうございます。ホイジョンさんありがとう。セイイズブルースカイさんありがとうございます。シャカンイズスペクトルさんありがとうございます。虹色のスペクトルキュアンフィマニャン。フェイトイズナロフさんありがとうございます。そしておめでとうございます。ヤホーおめでとう、ありがとう。ということで本日も皆さん配信ありがとうございました。楽しかったです。またね、まあ、配信しようと思います。バイオリンのバイバイ、ありがとう。今日も良い一日をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。またねー。